はようございます。5月8日土曜日朝の7時24分です。今日は秋田行きます。首都高3号線用賀インターから乗ります。4号線、首都高抜けたら4号線で一般道、4号線をひたすら下って行きます。節約コースです。で、秋田は 月曜午前中ですね。で、昨日バラ積みの予定だったけどパレットに積み替えて、向こうでパレットのまま下ろしてくるだけなので下ろしは早く終わると思いますということで出発します。お疲れ様です。10時35分、ここは矢板市矢板インターの近くですね。ここまで来ました。ここで430休憩です。まあ朝食べてないんで弁当持ってきたので弁当を食べて、まあゆっくりしてからまた出発したいと思います。よいしょ、お疲れ様です。3時30分午後3時30分2回目の430です。今日どこまで行けるかな。まあ一関あたりまで行ければ一番いいかな。どうなるかちょっとわかんないけど、ちょっとおやつを買ってきました。割と天気いいので走りやすいですね。で、土曜日だし、土曜日なんでそんなに車多くないと思います。
この後も気をつけていきたいと思います。あ、場所は福島県桑折町です。道の駅三本木なんかお店やってるかな。あ、今6時15分です。430です。6時で終わりでした。自分が生まれた年だなと。6時38分、先ほど道の駅三本木を出てきました。トイレ行っただけだけど、一ノ関から実家に帰ろうかなと思って今電話したら、コロナが心配だから来なくていいそうです。まあ確かにね、そんな東京神奈川の方から来るとなれば、まあね、周りの人たちの目もあるしね、相当心配は気使うよねやっぱね。ということで、家に帰るのはやめときます。まあ年寄りなんでね、かかったら一発でアウトだからやめといた方がいいでしょう。ということで、まあ一ノ関からまあ、もうちょっと行けるかな。北上の手前ぐらいまで走れそうです。
はい、お疲れ様です。秋田道の錦秋湖、着きました。9時30分休息です。ラーメン食べた後に、4号線ちょっと走って平泉前沢インターから乗って、ここまで来ました。あ、残りはあと100キロちょっとなんで、まあ明日は日曜日だし、まあ、下道走っても大したことないので、明日はのんびりできそうです。はい、今日は以上です。晩ご飯も食べたし、まあ、ここでのんびりしたいと思います。どうもご視聴いただきありがとうございます。どうぞまたよろしくお願いいたします。